中央にあります電車内は大正3年1914年に製造され、完成から今年で108年目です。電車内電動機人形と呼ばれる紙の色の小さな箱のような部屋で係員が操作をします。電車内は左右に回転できるのはもちろん、速度調節もできます。回転を止める場合は係員の足元にあるブレーキシグナルを吹いて止めます。しっかりと止めるのはなかなか難しく、長年経験した係員の腕の見せ所と言えます。なお、こちらの電車内は現在は環境機関に指定されております。はい、こちらになります。